やっていきましょう。ノーマルスーパーマリオブラザーズ2。今回は前作に引き続き2ということなんですけれど、グラフィックはちょっと USA っぽいんですかね。USA っぽいってなんだろう。完全オリジナルのゲームなんですけれど、まあ、海外では2が USA っぽいことを聞いたことがあるので、きっとそうなんでしょうね。うん。じゃあオリジナルゲームやっていきたいと思います。キノピオが主人公なんだ。普通にジャンプできて。これ抜いたりできる？あ、抜けるね。あ、だ、かわいい。そのまんまじゃん。完全オリジナルだ。よかった。なんかこれだけ色が違うんだけど。嫌な予感がするんだけど。とりあえず抜いてみる。よいしょ。あ。トラウマ再び。わ、なにこのパリピっぽい感じ。わ、すごい。渋谷の夜にいそう。わあ、これ楽しそうだな。あ、走ることもね。これも見たことあるな。よいしょと。あ、踏むことはできる。で、投げることもできるんだね。あ、わ、花が咲いた。なんか出てきた。どういうこと？城も生えてきたんだけど。あ、トライフォースも。あ、こうやって畑に生えてるもんなんだね。知らなかったわ、俺。そういう仕組み。あ、これぶつかっても大丈夫なんだね。で、これジャンプして、これで投げていくと。楽しそうな世界。ぶつけると花が咲くんだね。そか、植物ってあえて生まれるんだね。私、無知で知らなかったんですけど。勉強になるな、このゲーム。なんか薬が出てきたよ。え、どういうこと？投げるよ。えい。あ、当たり、あ、なんか謎の空間が。なんだろ、これ。あ！え？楽譜？すげえ！あ、はい！え、何それ？アイテムじゃねえんだけど。これで抜けていって、走っていって、こう。で、こう。何？顔が見えるよ。マリオメーカーで聞いたことあるね、これ。これで、これジャンプしていって、あーくそ！これ何気に難しいぞ！無駄にクオリティが高いのは何なんだろうね、これ。ふた、よし！これ乗れる？あ、乗れた。デッデュー！ちっちゃいのにデッデューって言うんだね。すごいね。よいしょっと。え、ギター。本当になるんだけど、これ。何なの、この世界は。誰？元ネタがわからない。たくさんいるんだけど人が。あ、矢印って書いてある。これ乗れる矢印。矢印には乗れない。戻ってこれた。なんだったんだろう、あの空間は。無駄なクオリティやめて。宝箱だよ。これは、中に何か入ってるんじゃないか。落ちちゃった。先進むよ。大丈夫これ。あ、花が咲いた。え、はい。何これ。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。インスタ映えかな。きっとそうだよね。うわぁ、たくさんいるんだけど。ラピュタの世界に帰れよ、お前。よいしょ。ラピュタどっちかっていうとナウシカかな。ナウシカにもいねえよ、こんなの。ああ、投げられる。よいしょ、花が咲く。基本的に落ちなければ大丈夫なのかな。これ投げて大丈夫、大丈夫、ボタンスイッチオン。当たんねえのか。なんだったんだよ、みたいなの。もうちょっと破壊兵器でもよかったんじゃない？当たって爆発するとか。ないか。もっと先進むよ。このさ、桜もみたいなの取っても大丈夫。ゲームウォッチ。うちの兄ちゃんが持ってたゲームウォッチ。ちょっとうちの兄ちゃん畑からゲームウォッチ持ってきて。すごい、クリントンの滝だよ。うわー、クリクリしてる。わ、楽しい。なんなんだろう、この世界は。ちょっと頭がおかしくなりそう。ここ入るよ。はあ！またなんか変な世界来ちゃったよ。なの、テーマが、え、何？どういうこと？重力が変になるんだけど。重力が変になる。怖い怖い怖い。これで、ああ、何これ、ちょっと、え、何？シックスブイズみたいな。これジャンプして、あ、なるほどね。土地に近いと爆発するってことか。あれ、触っちゃいけない感じですよね。で、回っていって、すごい宇宙旅行みたいは、未来の世界ってこうなってるんだね。こいつなんか宇宙服を着なくても、普通に行けるようになるんだろうね、世界。うわ、地球だ。地球は青かった。丸かった。わ、すーごい追いかけっこしてキャッキャウフ。なんだろう、この楽しい世界は。嫌なこともすべて忘れられそうだね。上になんかあるよ。あ、スーパーマリオブラザーズ2だ。タイトル回収やめろよ、お前。ノーマルついてねえじゃねえかよ、しかも。消されるからやめて。こっち側で、ここ行けるのかな。あ、行けない。ほっ！ジャンプして、あっち側になんか顔が見えるよ。わ、見たことある、これ日本人の方だよね。元体操のお兄さんとかじゃないの。わ、すごい。全国とか世界的レベルの有名人なんだね。わ、あ！そっち向きだったか。何気に向き固定されるのか難しいな。よいしょと。で、わ、家が見えたよ。キノピオの家。キノピオハウス。レベルアップしたいな。3つ揃えないと。よいしょ。あれ、戻ってきちゃった。これはどこに繋がっているんだろう。あー、そこから来たってことね。これで上に上がったって感じか。なるほど、なるほど。またあるよ、草。また、また謎の扉がある。なんだろ、この謎の扉。一応入るよ。
Let's take a ride. あ、乗ればいいの？わかりました。よいしょ、ホップオンだって。で、ジャンプしろと。わーい、わーい、楽しい、なにこれ。これ普通に売り出してもいいレベルなんじゃないの？すぐ消されるけど。まあ楽しいじゃん。なんで無駄なクオリティやめてよ、マジで。こっちが困るじゃないか。あ、これ、あ、ドンキーコングの世界ってことね。そういえばこれもいたね、こんなの。全く覚えてないけど。そっか、懐かしいな。ドンキーコング、俺小さい頃だとクリアできなかったレベルだったんだよね。難しかったよね、ドンキーコングって。よくあれを、よいしょ、小さい子にやらせようと思ったよな。ちょ、難しいんだけど、マジで。あ、これ踏めるんだ。じゃあ本家と一緒なんだね。じゃあ余裕だわな。で、ジャンプして、この桜もみたいの取ると、いくつか取ると HP も回復するみたいだしね。あぶね、よいしょ、OK、うわ、これ8乗れるんだっけ。乗り物乗ってたら乗れるよね。いくよ。ほっ。よいしょ、そういうことね。危ない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 。OK、うわ、すごいジャンピングバタフライ。これ1ではいなかったよね。2か3か。これ多分3ぐらいはやってないと思うんだよな。よいしょ。なんか初めて見るキャラクターも多いもん。すごかったね、ドットでこの 3D を再現する技術。よいしょと。オッケー、これがスーファミで出てたんだからね。よいしょ、よいしょ、オッケー。また8。8個 A な乗るの。ふっ、よいしょ、これで、まっぽぽ、オッケー、ナイス。うまい、いいぞいいぞ。で、4つある。よいしょ、でも一撃死だから HP 回復しても意味ねえんだよな。よいしょ、今頃気づいても、おい、遅いけど、矢印やっと出口。オッケー、いや、難しかったわ。あ、しかもなんか連鎖的に死んでった。ラッタぜ。ラッタぜってなんだ、やったぜ。さ、嘘でしょ。決めろってこと。うわー、むずっ！ふっ！ナイス、うますぎー！やったぜ。ロケットへライドオン。わーい、終わったー。燃料って書いてあるよ。すげえ細かいな、ゲーが。あ、そういうこと！酒ゲーってことね。これ、でも、そんなに難しく、嘘でしょ。そんなに難しくって言った瞬間、しかも最初からなの？嘘でしょ？マジかよ。これは、こっち側なら避けられるってことだよね。ここ安全地帯とかない？さすがに無理じゃない？いや、大丈夫かな？安全地帯なんじゃない？ここ。めっちゃ安全地帯なんだけど、避ける必要がない。ハートとか、ああ、それ無理、それ当たっちゃうよね。でも一発当たってもあと2発大丈夫。これで回復を挟んで、ゴーって何？どういうこと？どういうこと？倒せばいいのこれ。倒せねえんだけど、ボタンなんか、ボタンで撃つとかそういうわけじゃないの。避けていいのかなこれ。下げゲーだよね。多分下げゲーしていけばいいんじゃないのかな。上に行くことはできない。ボタンで押してなんか攻撃とかもできない。一発回復できないからなこれ。避けていけばいいと思うんだけどな、きっと。きっとそうだよね。喉のイガイガみたいなやめろ。すげえ、ここ安全地帯なんじゃない。ちょっとずつ上行ってないんだこれ。行ってるよね。これで抜けろってことか。じゃあしかし自動的に上行ってるから避けらんない避けらんない。怖い怖い怖い。いや大丈夫、ここ安全地帯なんだ。回復したいな回復したいな。ここで死にたくない。最初からやり直すの絶対やだ。いけそういけそう。これいけるんじゃないか。マジで安全地帯なんじゃない。ここ太陽に直接触れても大丈夫なんだねこれ。あ、じゃあ避けて上まで行けばいいってことか。やったぜ。これもう相手の攻撃届かない位置まで来てるんじゃないか。俺は勝つ。結構長いな耐久。普通に難易度高いのやめてよマジで。ネタゲーかと思ったら鬼畜ゲーでしたみたいな。そういうのが一番辛いんだぞやってる時には。さあ、いけそういけそう。もうちょっと頑張って頑張って。多分全部抜ければ倒せるんじゃないかな。太陽のエネルギーだって無尽蔵じゃないわけだし。これで行ったかな。一番上まで行っちゃったよ。あれ積んでるとかないよ。これで移動して熱攻撃するとかってわけではない。はい、一番上まで来ましたけれど動かなくなっちゃった。上消えたままフリーズしちゃったよ。どういうことだよ。おそらくなんか攻撃手段があるんだろうな。それでなんかスペースって書いてあったからスペースキーかな多分。今押しても何もなんないからちょっと一回最初からやり直してまたここまで行きます。やっぱシフトキーだね。なんかいろ今まで取ったものを打ち取れるの。わあ楽しい。そっか、避ける必要なかったのね。こうやって爽快に無双していくアクションだったわけか。なるほど、今まで取った大根とかを攻撃していくと。食べ物は大事にね。そっか、この貧困の世界にこういうことでアピールしていくわけか。素晴らしいね。ある意味いい広告塔になるんじゃないかな。さあ全部顔倒して、これだったら余裕なんじゃない。ゴーって言うてる。ここで敵、あ、なんだ、これも壊せるんだね、敵の攻撃も。だったら余裕なんじゃないか。あ、全然余裕だって。TKO、TKO、TKO だって。やったぜ。あ、これで終わり？と思ったらまだ続く。あれ？キャサリンかな？これ、かわいい。
キャサリンちゃん踏むことはできない。あの卵またあれってやるってこと。わあ、ここにもある。これ本家どうやって倒すんだっけ。卵を投げ返すんだっけな。だから踏まなきゃいけないんじゃない。これできて、ちょっと踏めない踏めない、難しい難しい。落ち着いて、ほっ、よいしょ、で投げつけて、ほっ、 OK。 あ、しかも1回でいいんだ。うわー、どういう状況なのこれ。あー、なんかすごいのになっちゃったよ。キャサリン、ドラゴンゾンビってやつ。これが嘘でしょ。これどうすればいいの。あれ跳ね返すとか。一回ダメージ受けちゃってる。もう 2ダメージ受けてるよ。そういうことね。これね、これをよいしょ持って、あ、もう難しすぎる。これ桜も取っといた方がいいな。ダメージ受けた時に、でも この位置にあると避けらんねえんだよ。難しいな。フッ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 、オッケー。あー、はい、フッ、オッケー。一個だけ取っとこう。一個取っといて、でこいつを吐き出す。これをおらー、ちょっと届かなかった、マジ。ちょちょちょ、死ね死ね、で死ね死ね死ね、で多分一発当てればいいんじゃないかこれ。で持って、おら、あれ、なんでそっちまで行っちゃうの。よいしょ、投げる位置が変わってないか。これで避けていく。もう1ダメージも受けられないぞ。で投げてジャンプしなきゃいいのか、これで。よし、オッケー、一発当てた。ナイスナイス。そういうことね、ジャンプすると飛びすぎるのね。いつもより飛距離多めにしてるって感じ。極めて吠えるの、早くして早く。攻撃仕掛けてくる。フッ、オッケー、端にいればなんとかなる。あー、もうクソ、あと一発、あと一発。相手も HP3 なのかな。よし、オッケー、でフッ、オッケー、2発当てた。カモンカモン、絶対勝つぞ俺は。ああ、吠えないで。ああ、あれ、爆弾くれるの、ありがとう。で3発当てた、やったぜ。なぜあれ入ってこなかったんだろう。これで終わりだ。元に戻ったよ。何だったんだよあの幻覚症状。え、何これ、取っていいの。取るよ。おお。オチが同じじゃねえかよ。